カトマイ国立公園はアラスカ州南部にある米国の国立公園。1万本の煙の谷とヒグマで有名である。公園の広さは19122平方キロメートルで関東平野並みの広さがあり、公園の大半の地域にあたる13696平方キロメートルは自然保護区域に指定されている。公園の名称はその目玉である清掃火山。 カトマイさんにちなんで名付けられた。年間の来訪者数は68,630人。1980年12月2日に設立された、この公園はアラスカ半島に位置し、コディアック島の真向かい、公園の本部は近くのキングサーモン、アンカレッジの南西の空路、約290マイルに位置している。元々は1918年9月24日、 ノバルプタの1912年の大噴火によって形成された得意な地形を守るため国定公園に指定された。この噴火の火砕流により広さ100平方キロメートル、深さ100から700フィートにも及ぶ1万本の煙の谷が生まれた。この名の由来は谷の至るところから噴出物の余熱による蒸気が吹き上がっていたことにちなむ。公園では ハイキング、トレッキング、キャンプ、山スキー、釣り、火薬、ボートツアーができる。公園内には少なくとも14のかつ火山があり、最近では、ーピークと火山が1万年以上の休止の後、2006年9月17日より活動を再開した。公園には、パレオアクティック様式から、チューレ様式までの戦士時代の長い居住の歴史を示す無数の遺跡がある。 カトマイは、また、ヒグマ、サケ、ラッコ、クジラ、ホッキョクジリス、ビーバー、ライチョウが生息することでよく知られ、川に遡上するサケは、クマと人を引きつけている。世界最多のヒグマが保護されており、その数は2000頭以上と見積もられている。クマは、ブルックス滝に、特によく集まる。そこには、クマ観察用の展望台があり。 著名なヒグマの写真の多くがここで撮影されてきた。来園者の大多数はブルックスキャンプを訪れる。ブルックスキャンプは公園内で唯一の開発された場所であり、熊観察用の展望台以外の場所での数少ない冒険である。公園保護官は熊が人間の食べ物を取ったり、人間と対立しないように大変な注意を払っている。結果として、 カトマイ国立公園の熊は他に類を見ないほど人間を恐れず興味を示さない。そして公園内の他の場所の熊よりも人々が遥かに近くによってことを許す。ありがとうございます。